まず、ここを右クリックして、インサートメニューから、仮の申請を選びます。ここでは、FL キーズを選びました。このシンセを使って、ピアノロールにメロディーを入力していきます。次に、右クリック、インサートメニューから、フルーティーサウンドフォントプレイヤーを選びます。そして、ここのフォルダアイコンをクリックして、リノイドサウンドフォントをロードします。ここでは、ほのか名を選択しました。今度はピアノロールに歌詞を入力していきます。かーかー、歌詞入力は鍵盤上を行ったり来たりで結構しんどいです。何か良い方法があればいいんですが。次に、サウンドフォントプレイヤーの FX という欄を見てください。この数字を動かすと、ミキサーのインサートレーンを選択できます。ここでは、とりあえず、01を選びます。このインサートレーンにケロビーという VST エフェクターを挿入します。これでサウンドフォントの音がケロビーに流れるようになりましたが、さらにメロディーのMIDI信号もケロビーに送る必要があります。そのために、右クリックメニューのリプレイス機能を使って FL キーズをミディアウトに差し替えます。そしてミディアウトのポート番号を01にします。ケロビーの歯車アイコンをクリックし、ミディのインプットポート番号も01にします。ポート番号を揃えることで、メロディーMIDI信号がケロビーへと送られるようになりました。カエルの歌が、カエルの歌が、カエルの歌が。このスピードというつまみは、音の変化の素早さを設定できます。ゼロにすると、かなり緩やかになるので、30から40ぐらいがいいでしょう。このオルマントシフトというつまみは、性質を変化させます。
あとは、このキャリブというつまみを動かすことで、ビブラート的な効果を作れます。この三角アイコンをクリックし、ブラウズパラメーターズを選択します。表示されたパラメーターリストからキャリブを探し、右クリックメニューのクリエイトオートメーションクリップを選択します。この一番最初のボタンだけはオンにしておいてください。カエルの裏がカエルの裏がカエルの裏そしてこの LFO をオンにしカエルの裏がカエルの裏がカエルの SPD というつまみで LFO のスピードを調整します。LVL というつまみで揺れの大きさを調整します。ビブラートに関してはもっと良い方法があるかもしれないので、いろいろと工夫してみてください。私は本来 FL 使いではありませんので、この程度が限界です。まあボカロや歌うのような細かな調整はできませんが、何かと使いどころはあるんじゃないでしょうか。